ただいまより安倍晋三内閣総理大臣によります記者会見を行います本日も密を緩和するという趣旨で皆様の感覚を確保させていただいております従いまして皆様ご発言ないしご質問される時にはマスクを取り外していただいてお願いいたしたいと思いますそれであの皆様の選択でございますのでどうぞご随意にお願いいたしますはじめに総理から発言がございますそれに続きまして皆様方からの質問をお受けしたいと思います それでは安倍総理、よろしくお願いいたします。はい、えー、まず冒頭、えー、この機に改めて今回の感染症によってお亡くなりになられた方、お一人お一人のご冥福をお祈りします。感染されたすべての皆様にお見舞いを申し上げます。本日緊急事態宣言を全国において。 解除いたします足元では全国で新規の感染者は50人をひたまり一時は1万人近くおられた入院患者も2000人を切りました先般世界的にも極めて厳しいレベルで 定めた解除基準を全国的にこの基準をクリアしたと判断いたしました諮問委員会でご了承いただきこの後の政府対策本部において決定いたします3月以降米国では欧米では爆発的な感染拡大が発生しました 世界では今なお日々10万人を超える新規の感染者が確認され2か月以上にわたりロックダウンなど強制措置が講じられている国もあります我が国では緊急事態を宣言しても罰則を伴う強制的な外出規制などを実施することはできませんそれでもそうした日本ならではのやり方で わずか1ヶ月半で今回の流行をほぼ収束させることができましたまさに日本モデルの力を示したと思いますすべての国民の皆様のご協力ここまで根気よく辛抱してくださった皆様に心より感謝申し上げます 感染リスクと背中合わせの過酷な環境の下で、強い使命感を持って全力を尽くしてくださった医師、看護師、看護助手の皆さん、臨床工学技師の皆さん、そして保健所や臨床検査技師の皆さん、すべての医療従事者の皆様に心からの敬意を表します。 日本の感染症への対応は世界において卓越した模範である先週金曜日具体です国連事務総長は我が国の取り組みについて高評価してくださいました我が国では人口当たりの感染者数や死亡者数を G7 主要先進国の中でも圧倒的に少なく 抑え込むことができていますこれまでの私たちの取り組みは確実に成果を上げており世界の期待と注目を集めていますそして本日ここから緊急事態宣言全面解除後の次なるステージへ国民の皆様とともに力強い一歩を踏み出します 目指すは新たな日常を作り上げることですここから先は発想を変えていきましょう社会経済活動を厳しく制限するこれまでのやり方では私たちの仕事や暮らしそのものが立ち行かなくなります命を守るためにこそ今求められているのは新しいやり方で日常の 社会経済活動を取り戻していくことだと思います。コンサートや演劇など文化芸術イベントは私たちの心を豊かにし癒しをもたらしてくれます。突破するたちが活躍する姿は私たちに夢や感動を与えます。日本各地へ観光旅行に再び出かける日を ここまでを待ちにしている皆さんも多いと思います感染状況に目を凝らしながらライデス、サライとそうした日常を少しずつ段階的に取り戻していくそのための具体的な道筋についても本日お示しいたしましたプロ野球などもライデスまずは 無観客から再開していただき、段階的に観客を増やしていく、コンサートや各種のイベントについても、100人程度のものから始め、感染状況を見ながら、1000人規模、5000人規模、さらには収容率50%へと順次拡大していく考えです。あらゆる活動について 感染防止対策を講じることを大前提に本格的に再開していく感染リスクがあるから実施しないのではなくこれからは感染リスクをコントロールしながらどうすれば実施できるかという発想が重要であると考えます学校については文部科学省が分散登校など再開に向けた指針をすでに お示ししています100を超える業種別の感染防止対策、ガイドラインは、事業活動を本格的に再開し、新たな日常を作り上げていくための道しるべであります。事業者の皆さんには、これを参考に、事業活動を本格化していただきたい。政府もガイイドラインにに沿った感染防止の取り組みに 100補助を行うなど、最大150万円の補助金で、町の飲食店をはじめ、中小・小規模事業者の皆さんの事情再開を応援します。ガイドラインを完全に守って行動したとしても、感染リスクをゼロにはできない。試行錯誤も確保しなければなりません。感染をを抑えなながら完全なる日常を 取り戻していくための道のりは、かなりの時間を要することになります。本当に多くの事業者の皆さんが、この瞬間にも経営上ギリギリの困難に直面しておられる中で、さらなる時間を要することは、死活問題である、そのことは痛いほど分かっております。それでも希望は見えてきた。 出口は視野に入っていますその出口に向かってこの険しい道のりを皆さんと共に乗り越えていく事業と雇用は何としても守り抜いていくその決意のもとにあさって二次補正予算を決定いたします先般の補正予算と合わせ事業規模は200兆円を 超えるものとなります GDP の4割に上る空前絶後の規模、世界最大の対策によって、この100年に一度の危機から日本経済を守り抜きます。総額で130兆円を超える強力な資金繰り支援を実施します。経経済済全体をを牽引するる大企業地域経済を支える 中小企業、オンリーワンの技で成長の原動力となってきた中小企業、規模の大小にかかわらず、政策都市銀行や公的ファンドを通じて、劣後ローンや出資など、資本性の資金を供給します。身近な地銀信金、新疎などによる実質無利子、最大5年、 元本返済据え置きの融資も進んでいます。必要な方に一日も早く支援を一日も早くお届けできるよう全力を尽くします。こうした企業への資金繰り支援について、日本人口が総額75兆円の新たな支援プログラムを先週決定しました。そして今後ととも政府と 日本銀行が一体となって事態を収束させるためにあらゆる手段を講じていくその決意を異例の共同談話として発表いたしましたまさにオールジャパンで圧倒的な量の資金を投入し日本企業の資金繰りを全面的に支えてまいります事業を存続するために待ったなしの 固定費負担も大胆に軽減していきます人件費への助成を世界で最も手厚いレベルの1万5000円まで特例的に引き上げます雇用をされている方が調節お金を受け取れる新しい制度も創設します店舗の家賃負担を軽減するため最大 600万円の給付金を新たに創設します使い道が全く自由な最大200万円の持続化給付金についても対象を拡充し本年創業したばかりのベンチャー企業の皆さんにもご活用いただけるようにいたします地方の事情に応じた事業者への決め細かな支援も 可能となるよう地方創生交付金も地方創生臨時交付金も2兆円増額いたしますコロナの時代の新たな日常その的に向かってこれまでなく強力な三本の矢を放ち日本経済を立て直してまいります経済再生こそがこれからも安倍政権の一丁目 一番地でありますただ一点強調してこなければならないことがありますそれは緊急事態が解除された後でも私たちの身の回りにウイルスは確実に存在しているということでありますひとたび気を緩めウイルスへの警戒感染予防を怠った途端一気に感染が広がっていく これがこのウイルスの最も怖いところです。感染防止を徹底しながら同時に社会経済活動を回復させていく。この両立は極めて難しいチャレンジであり次なる流行の恐それは常にあります。それでもこの1か月余りで国民の皆様はこのウイルスを正しく恐れ必要な 行動変容に協力してくださいましたこまめな手洗い今や外出するときはほとんどの方がマスクをつけておられます水のレジは人と人との距離を取って列を作るなど三つの密を避ける取り組みを実践してくださっていますこうした新しい生活様式をこれからも続けてくだされば 最悪の事態は回避できると私は信じます。3つの密が濃厚な形で重なり、これまでも手段感染が確認された夜の繁華街の接待を伴う飲食店、バーやナイトクラブ、ライブハウスなどについては、ご協力をいただいていることに感謝申し上げます。こうした施設も専門家の皆さんにご協力いただきながら、 来月中旬をめどにガイドラインを策定し、上限200万円の補助金により、有効な感染防止対策が講じられよう支援する考えです。それまでの間、どうか身を守る行動を続けていただきますようにお願いいたします。こうした取り組みを重ねてもなお、感染者の増加スピードが再び高まり、 最悪の場合には残念ながら、二度目の緊急事態宣言発出の可能性もあります。しかし私は、外出自粛のような社会経済活動を制限するようなやり方は、できる限り避けたいと考えています。市中感染のリスクを大きく引き下げていけば、それが可能となります。そしてそのためには、感染者を できるだけ早期に発見するクラスター対策を一層強化することが必要ですその鍵は接触確認アプリの導入ですスマートフォンの通信機能により陽性が判明した人と一定時間近くにいたことが判明した方々ますなわち濃厚接触の可能性が高い皆さんに 自動的にに通知すするることでで早期の対策につなげるアプリです先月、オックスフォード大学が発表したシミュレーションによれば、このアプリが人口の6割近くに普及し、濃厚接触者を早期に、早期の隔離につなげることができれば、ロックダウンを避けることが可能となる大きな 効果が期待できるという研究があります我が国では個人情報は全く取得しない安心して使えるアプリを来月中旬をめどに導入する予定ですどうか多くの皆さんにご活用いただきたいと思います同時に医師が必要と判断した場合には直ちに検査を実施する検査体制の強化にも引き続き 取り組んでまいります抗原検査の使用がすでに始まりましたが PCR 検査についても民間検査機関への支援に加え大学にある検査機器を活用させていただくなど検査機能の拡大を進めます検体を採取する体制も増強しますこれまでの専用外来に加え医師会のご協力をいただき 全国ですでに100カ所近い PCR センターを設置しておりこれを一層拡大していきます2兆円を超える予算を積み増し自治体と連携しながら医療提供体制の充実にも取り組みます全国各地で新型コロナ重点医療機関を指定し今後の流行の恐れに備え十分な専用病床を ししっかりと確保していきますウイルスとの戦いの最前線で、奮闘してくださっている医療従事者、病院スタッフの皆さん、介護事業所の皆さんに、心からの感謝の気持ちとともに、最大20万円の給付を行う考えです。高機能マスクや医療用ガウンなどの 防護具についても、ウェブを使って、全国の8000近い医療機関の状況を直接把握しながら、国による調節配布を強化していきます。感染状況が落ち着いてきたこの木を生かし、さまざまな取り組みを加速し、次なる流行のそれに万全の備えを固めてまいります。世界に目を向ければ 感染は今なお拡大を続けています。そうした中で、本日の政府対策本部では、水際対策の3など強化も決定いたします。入国拒否の対象国は100カ国を超えることとなります。経済のグローバル化が進んだ現代で、人の動きが止まることは、世界経済に致命的なダメージを与えます。 欧米での厳しいロックダウンによって、生産などの経済活動も大きく停滞しました。世界経済の復活なくして、日本経済の力強い再生もありません。国内で感染が落ち着いたとしても、世界的な感染の拡大に歯止めがかからない限り、真の収束はないのです。私たちは 自国のことのみに専念していてはならない内向きな発想ではこの世界的課題を根本的に解決することはできないと考えていますしかし感染が拡大している国ではそうした余裕はありませんこれまで世界の政治経済をリードしてきた国々の多くは今国内の対応で手一杯になっているそうした 現実がありますそこに隙が生まれるような事態は決してあってはならない。こうしたとおりだからこそ私たちは自由民主主義基本的人権法の支配といった普遍的な価値をしっかりと堅持していくそしてこうした価値を共有する国々と手を携え自由かつ開かれた形で 世界の感染症対策をリードしていいかなななければならないと考えますこのウイルスに対する治療薬やワクチンを透明性の高い国際的な枠組みの下で途上国も使えるようにしていく特許権プールの創設を来月予定されている G7 サミットで提案したいと考えています。 医療防護具については、ここ数か月、国外の増産に取り組んできました。特定の国に依存するのではなく、グローバルな世界で強靭なサプライチェーンを築き上げていくことも極めて重要な課題です。我が国のこれまでの経験も生かしながら、世界の感染症対策、コロナの 時代の国際秩序を作り上げていく上で強いリーダーシップを発揮していくそれが国際社会における日本の責任であると考えます緊急事態が解除された後の次なるステージにおいても国民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします私からは以上であります これから皆様から質問いただきます質問には安倍総理とあの尾身会長に対応いただきますので総理会長におかれては所定の位置にご移動願います質問の内容によりましては尾身会長から説明をいただくこともございますのでご了解をお願いしたいと思います質問を希望される方その意思表示は発生ではなく 声ではなく挙手でお願いいたします私が指名いたしますので指名を受けた方はですねお近くのスタンドマイクにですねお進みいただいて所属とお名前を明らかにされた上で質問をお願いいたしますそれでは始めに感謝からの質問いたしますはいどうぞ北海道新聞の佐藤と申します総理にお伺いします北海道や神奈川は新規感染者の目安を下回っていません 東京でも大型連休明けの人で回復の影響が懸念されます31日の期限を待たず前回の判断から4日の短期間で全面解除した理由を仮に再指定したする場合の基準と合わせてお伺いしますまた総理のおっしゃる新しい日常はどのような状況になるまで続ける必要があるのかお伺いします4月に七都府県で発令後全国拡大や期間延長などを経て国民は長い自粛生活を強いられました ご自身のののコロナ対策全般の総括と今後の検証をどう考えますか宣言下で検察庁法改正案見送りや黒川前検事長の辞職など混乱があり与野党から首相や森大臣の蹴り目を求める声があります政治責任をどう追われるのでしょうか以上ですはい、それではお答えいたしますあの関東の1都3県とそして北海道についてはですね 先週21日の段階においても、新規の感染者数は減少しておりまして、医療の逼迫状況についても改善傾向にありました、そのためです、ね、この状況がです、ね、この傾向が継続していけば、解除することも可能であるということを申し上げていたわけでございますが、まさに今日までその傾向が続いてきたわけであります。東京においては 10万人当たり0.5人というこれは大変世界でも厳しいレベルの基準の一つでありますがこれもクリアをしていいるというとうりますで例えば神奈川県におきましてはそれはこういってはいるわけでありますが1以下であって同時にですねリンクが置いている比率についても多くは今リンクが置いているということもありですね 専門家の皆様に諮問をしていただいた、質問させていただいた結果、ですね解除すべきであるという答申をいただいたということだろうと思います。あの3つの要素の状況ですね、感染の状況、そしてこの感染の状況とと,ともに医療の逼迫状況とですね、 そして監視体制等々について総合的に判断をしていただいたというふうに思いますあのただ先ほども申し上げたとおりですねこの解除をもってウイルスの存在がゼロになったわけでもありませんし新規の感染者がゼロになったわけでないわけでありましてこれからもこのウイルスとの戦いは長い道のりになると思いますそのためですねこれまでの8割削減といった社会経済活動を厳しく 制限するのでではない形で感染リスクをコントロールしながら段階的に社会経済のレベルを引き上げていくことでコロナ時代の新たな日常を作り上げていかなければならないとこう思っていますでこの新たな日常がいつまで続くのかということでありますがそれはまさにですねこれは私たちのこれからの戦いにもかかっているのでありますが同時にやはり治療薬 ワクチンの出現がです、ね、極めて重要なんだろうと思います先ほど申し上げましたように、日本だけでこれ、感染が大体収束したなと思えば、完全な収束になるのではなくて、世界的にですね、グローバルな時代の中において、世界的にこの感染が収束しなければならないという中において、これは判断をしていかなければいけないという意味においては、治療薬やワクチンの存在が極めて重要だろうと、こう考えています。で まあ総括と、ですねまた今後の検証ということでありますが、これ総括と検証は極めて大切なんだろうと思います。ただ、今のところ、ですねこの1か月半で、この感染状況について、ですね最初に申し上げましたように、おおむね収束ということになってきたのでありますが、ただ、もちろんまだ油断もできませんし、 まだ検証するという段階ではないんだろうと思いますしっかりともちろんお事態が収束した段階においてです、ねまあ、収束をしなければならないと、えー、こう思っていますあの今後ともです、ね、次なるステージに向けてわれわれは全力を尽くしていかなければいけないと思ってます、えー、そしてあのお、まあ、黒川さんのお辞任についてでありますが 黒川氏については、法務省、検察庁の人事案を最終的に内閣として認めたものでありますが、その責任については当然、内閣総理大臣にたる私にあります、ご批判を真摯に受け止めながら、ですねしっかりと足跡を果たしていきたい、森大臣におきましては、まさに検察、法務省の指揮をしっかりと高めて、信頼回復のために、 電力を尽くしててもらいたいたと思っておりますまた私に与えられた責務は、ですねこの新型コロナウイルス感染症を完全に克服して、打ち勝ちですね、経済をしっかりと回復させていく、その間は雇用と暮らしを守り抜いていくことが私の責任であろうと、考えていいますはい、それではあの感謝からもう一問、はい、どうぞ。<laughs> フジテレビの鹿島です。よろしくお願いします。あの政府の経済対策についてですが、えー、スピードが依然として遅いという指摘があります。あの持続化給付金ですとか、えー、申請してもなかなか振り込まれずに、まあ、廃業に追い込まれている事業者も数多くあると聞いています。 また、各社の世論調査で,で、内閣支持率が下落傾向にある理由のまあ要因の一つに、これまでの政府がの対応が、対策が、評価されてない面もあると思いますが、今後、どのように対応されていく考えでしょうか、また、緊急事態宣言下で,で、総理も言及ありましたが、最低7割、極力8割、人との接触を減らす目標を掲げ、感染者のまあこれがですね抑制に効果を発揮したと思いますけども、 今後再びこのまあ爆発的なあの感染拡大を起こさないために、総理が先ほど言及しましたが、外出自粛はできるだけ避けたいということをおっしゃってますけども、新たなまあその日常ということで、国民にまた分かりやすい目標を、接触制限についてですね、示すお考えはありますでしょうか、また先ほど言及ありましたけども、入国制限措置についても、今後どのようなタイミング、判断で解除、緩和に入っていくのか、よろしくお願いします。 あの今、3つご質問があったと思いますが、ま最初の質問についてはですね、もう大変国民の皆様、厳しい状況の中で、中小企業、小規模事業者の皆様を含めてですね、事業継続のために本当に歯を食いしばって頑張っておられると思います。そういう皆さんへの支援はですね、まさにスピードがとっても重要であると、我々も認識をしております。その中でまだまだ届かないのではないかというご批判もあります。我々も受け止めなければいけないと思ってますが、第一次補正、え、ー の成立からです、ね、3週間余りが経過をいた,しましたがこの間、今おっしゃった最大200万円の持続化給付金についてはです、ね、先般、21日にぶら下がりの会見をさせていただいたわけでありますが、その際で,です、ね、その時点で入金開始から10日余りで、40万を超える中小企業、小規模事業者の皆様に、 5, 億円をお届けしていいるという話をさせていただきました今日25日でありますが、ですからこれ、入金開始から大体2週間ということになりますが、45万の中小企業の皆様に、6000億円近い現金をお届けをしております。大変これは、窓口の皆さんにも本当に頑張っていただいていると思いますが、これからもです、ね、スピード、大切に一体となって対応していきたいと。 思いますまた身近な基金や新金申請を通じた実質無利子最大5年間返済据え置きの融資についてもですね3週間で1兆円を超える融資が行われています公庫と合わせればこれまで7兆円近い融資が行われているということになりますかつつててはそういう融資についてもいいにもろんな検査 審査がありましたから、もっともっと時間がかかっていたんですが、これは相当スピードアップしていただいたというふうに、窓口でですね、それぞれ頑張っていただいていると思います。ただ、ただ相当切迫した状況の方々も多いですから、我々もしっかりとですね、性善説に立って対応していくように促していきたいと思ってます。また、一人当たり十万円の給付金は、ですね、全国で千三百を超える、八割近くの自治体で。 実際の給付が始まっています、何よりも厳しいスピードを重視して、これからも厳しい状況に立っておられる皆様に支援をお届けをしていきたいと思います。引き続き、二次補正予算も合わせてです、ね、あらゆる手だを講じて、迅速に支援をお届けしていく考えになります。また人との接触については、最初の,最初の質問でも答えをさせていただきましたように、 新たな日常を作り上げていくという中において、8割人との接触をこれは削減するという、今度は考え方には立たずにです、ね、いわばどのように感染の拡大をコントロールできるか、その中でどうすればさまざまなことが実施できるかという観点に立したいと思っています。その中で100をを超える業態におおいて、ガイイドラインを今っっしゃったようなことは、 100を超える業態において、えー、ガイドラインを作っていただきました。そのガイドラインの中でですね、今、新たな日常の中での事業の再開、さまざ、あ、まな業態においてですね、えー、ガイドラインが作れた、作られた、そのガイドラインに沿って、それも参考にしていただきながらですね、新たな日常を作っていただきたいと、えー、こう思っています、まあ。最初に申し上げましたように、イベントやプロスポーツ、えー、について、 また観光旅行などについても、段階的な緩和を行っていくという道筋についてもです、ね、お示しをしていきたいと思っています。そしてまた、入国の措置についてはです、ね、国外においては依然として感染の拡大が広がっておりますし、新興国や途上国を中心に、拡大も継続をしています。 警戒が必要な状態が続いていると認識をしておりますのでただ将来的にはですね我が国内外の感染状況等を踏まえながら国際的な人の往来の再開に向けた検討を行っていくことも重要であろうとこう考えています感染再拡大の防止と両立する形でどのように国際的な人の往来を部分的段階的に再開できるかについてですね対象国 対象者手数値を含め慎重に検討してその上で政府として適切なタイミングで総合的に判断をしていく考えでありますもちろん第一は国民の健康と命を守り抜いていくこれを最優先に考えていきたいと思います はい、これからあの観客以外の皆様から質問をいただきますので、改めてではございますけれども、あの質問の意思表示はあの発生ではなく挙手でお願いいたします。私指名いたしますので、あの近くのマイクにお進みいただきまして、所属とお名前を明らかにされた上でお願いしたいと思います。質問を希望される方あの多いと思いますので、あの質問を一人一問でお願いしたいと思います。それではどうぞご希望される方どうぞ挙手をお願いいたします。はい、じゃあ小平さん。 毎日新聞の大板と申しますえ先ほど総理、あの今まあ、これからの安倍政権の、まあ、一丁目一番地として経済再生を挙げておられましたが、今回、その月末までの、えー、期限から1週間程度前倒しして判断するにあたって、経済の影響や景気の低迷の状況についてはどの程度考慮されたのでしょうか、また特にその中で、えー、意識された経済指標などあればお聞かせ願います。 まず、今回の解除についてはです、ね、21日もそうだったんですが <laughs> 地域の感染状況そして医療提供体制監視体制この3つの基準要素に注目した上で総合的に判断をいたしましたしかし今お話をいただいた経済の状況国民生活の状況、えーま、経営上、ぎりぎりの困難に直面している皆様 のことについてはですね、常に私の頭にあります。まあ、ですから、この緊急事態宣言を。おお、排出すると同時にですね。第一次補正、そして今度の第二次補正ということになってきているわけでありますが。えー、事業の継続と雇用を。そして暮らしを守り抜いていくために、しっかりと下支えをしていきたい。ただ、同時にですね。それを。今回の。解除に、解除の基準の中に入れたわけでは。 ないということでありましてこの3つの基準についてご判断をいただきまして今回解除をしたということでありますしかしもちろんあの最大のやはり政治の責任は雇用を守っていくということであります安倍内閣が発足して以来ですね我々はとにかく働きたい人が働けるそういう日本を作られていくということで 全力を尽くしてきましたそういう中においては必要率や有効求人倍率等々非常に重視してきたわけでございますが今はとにかく、えー、皆さんがですね働く場を失うことがないように事情が継続できるようにこれからも全力を尽くしていきたいと思っていますはいそれでは次の方からご質問をいただきますご希望の方挙手お願いしますはいじゃあ,あの私から遠い方の強盗さん TBS テレビの後藤と申ししまますす総理にお尋ねします、えー、緊急事態宣言の全面解除でき、まあ、今日は1つの節目になると思うんですが今日先ほど会見で総理はですね今後の経済対策など、まあ、今後のまあ見通しをに力点を置かれてお話しされたと思うんですが私はですねこれまでの政府対応についてお尋ねしたいと思います4月上旬にですね政府はマスク1世帯当たり2枚配布するという方針を決めました。 しかし、まあこの2ヶ月余り経過した中、まだですね、生、えー、き渡っていないというふうな世帯も多くあるのが現実です。そういった現状について総理はどのような認識をお持ちでしょうか。お願いいたします。ご指摘のマスク全行配布についてはですね、1億2000万枚を上回るマスクの製造やあるいは梱包、配送作業に多さある。 多くの皆さんがですね、この危機的な状況で本当に頑張っていただいていると思います感謝申し上げたいと思いますその中でこの検品を強化をいたしましたそうした強化によってですね、配布が予想より遅れているのは事実だろうと思いますあのマスクが手に入らずその到着を待っておられる皆様に一日も早くお届けできるように全力を尽くしていきたいと思います えーまあ、例えばです、ね、先ほど申し上げました、えー、最大200万円の持続化給付金についてもです、ねえー、45万を超える中小・小規模事業者の皆様にです、ね、対して、えーまあ、現場において多く、ね、の方々が休日返上で手続きを進めていただいて45万を超える中小企業・小規模事業者の皆様に6000億円近くをお届けをしておりますがまだまだ届いていない先ほどもありました。 どうしてもこういう時にはそういうこともま、えー、ご理解をいただかなければならないわけでありますが、1日も早くこうした支援もご統計していきたいと、えー、こう思っています。あのま、明日の支払いにも、えー、本当に大変な状況の中でですね。早く到着て参りいたいという声を声も私たちに届いております。まあ、この持続化の給付金についてもですね。えー、まだお届けできていないということについては大変申し訳ないと。 いうふうに考え感じておりましてそういう皆様にも一日も早くお登記をしていきたいと、えー、こう思っています今後新しい生活様式の定着を図っていく上で、えー、国民の皆様には常時マスクの着用をお願いをしているところでございますが仮に国民全員が毎日使い捨てマスクを利用するなどとなるとですねその需要は月30億枚を 超えてしまいまいすこれまでの国内増産に加えて、輸入増加にも取り組み、今月は8億枚を超える供給を確保できる見込みでありますが、このうち医療機関向けのサージカルマスクを優先的に供給していることも踏まえれば、需要の拡大に見合うだけの十分な供給量を確保することは引き続き難しい状況にあることはご理解をいただきたいと思います。 洗うことで再利用が可能な布マスクはそうした需要の増大を抑えて受給バランスを回復することに大きな効果が期待できますマスク不増産に取り組んでおられますユニチャームのですね高原社長も先般現在配布している布マスクとの併用が進めば全体としてマスクの需要 の拡大に対応できるのではないかということをおっしゃっているわけでありまして、その意味におきましても、一日も早くお届けできるように、全力で取り組んでいきたいと思いいますはい、それではの次の方は、はいじゃあ、七尾さん。ニニコニコ動画の七尾ですよろしくお願いします。 総理尾身先生脇田先生らをはじめとする専門家会議の皆様医療従事者の皆さん臨時ありがとうございます質問です三密フィジカルディスタンスを掲げる中にありまして満員電車という状況は非常に厳しいと思います満員電車の解消はコロナの時代の新たな日常の象徴の一つだと思いますが総理は満員電車というものをどうお考えでしょうか テレワークや時差通勤などの取り組みだけで十分だとお考えでしょうかよろしくお願いしますまあ今回感染症が拡大する中にあってですねまあ三密を避けなければいけないというときに、まあ、多くの皆さんは満員電車このままでいいのかということを考えられたんだろうと思いますその中で今回、えー、国民の皆様に大変なご協力をいただきまして 首都圏の主要路線においてはピーク時の時間帯の混雑が7割減少をいたしましたこれもまさに皆様がテレワークあるいは自社通勤等でご協力をいただいた結果だろうと思います改めて感謝申し上げたいと思います今後はですね、感染拡大を防止していく上において今までのこの防止策を徹底しながら 社会経済活動を回復させていく新しい日常を官民で作り上げていかなければならないんだろうと思います。その際、電車でのです、ね、感染リスクを低減することはです、ね、極めて重要であると認識をしています。引き続きテレワークやです、ね、自殺通勤にご協力をいただきたいと思いますしまた鉄道事業者においても車内換気の徹底や 社内での会話をををを控えてていくいただくことなどを呼びかけるガイイドラインを作成をしています引き続き国民の皆様、そして事業者の皆様にご協力をお願いをしたいと思っておりますし、あとはやっぱりテレワークがです、ね、新しいこのスタイルの一つにはなってきているんだろうと、これはコロナ後の世界においてもです、ね、一つの大きな働き方の柱になっていく。 まあそれはマイン電車に対してですね、それをあのマイ状況を軽減していくことにおいても大きく寄与してくれるのではないかと期待をしています。はい、それでは次、はい、じゃああの志木保さん、志木保さん、中国新聞の志木保です。よろしくお願いします、えー。総理にお伺いしたいのはですね、えー、災害避難所のことについてです。 梅雨が近づいていますが、やはり関心というか、あの心配なのはです、ね、災害避難所での感染症対策です。政府は昨年、あの命を守る行動、早めの避難を呼びかけられましたが、今回もそれは必要だと思いますが、災害避難所でどのように感染を防いでいきますか、またクラスターが発生した場合は、大きな事態となりますが、この点について対策はどのようにお考えか、お聞かせください。 えー、これからです、ねえー、本格的な台風シーズンあるいは集中豪雨が来週してくるそういう時期に当たる場合でありまして、えー、国民の皆様には新型コロナウイルス感染症が完全に収束していない中にあってもです、ねえー、災害時に危険な場所にいる場合には避難所に避難するよう その際、3つのこのつを回避するなどですね、感染拡大の防止に、我々も十分に対応していかなければならないと考えています。そこで政府においては、従来の対策に加えまして、ホテルや旅館等の積極的な活用も含めましてですね、 可能な限り多く,の避難所多くの避難所を開設をしていく、また、マスクやパーテーションです、ね、の備蓄など、必要な対策を講じていただくように、地方自治体に要請をしているところでありますが、加えて政府としてもです、ね、災害発生時には感染防止対策として、今申し上げたマスクやパーテーションをはじめ、 必要な物資をプッシュ型でこれまで以上に迅速に支援していくことができるようにです、ね、準備に万全を期してまいる考えであります、まあ、繰り返しになりますがそういう中にあってはまずは災害発生時にはです、ね、避難所にまず避難をしていただくように心がけていただきたいと思っております現在こういうい状況の中で こうした災害が発生した場合に備えてですね武田担当大臣を中心に内閣府防災でですね今しっかりと万全を期しているところでありますはいそれでは次の方はいじゃあ江川さん江川さんフリーランスの江川翔子と申しますよろしくお願いします、えー、伺いたいのはですねその日本はなぜやることなすこと遅いのかという問題です あのいろんな対策ですね、ここでたくさんのいいことをやりますという話を聞きましたあけれども、それがものすごく時間がかかっている、さっきマスクの話がありましたけれども、10万円の現金給付は私のところにはいまだに申し込み書さえ届いておりません、雇用調整助成金のことも少しずつ改善されてはきたということは伺いました。 けれども非常に複雑で遅いと、おおいろんなことがい,いくらいいことをやりますと言ってもかなり時間をかがかかってですねおります。えー、これはどうしてなのかで一つ一つの問題はああいろいろ理由があると思います。さっきのマスクで言えば検品の問題があるとかですね。えー、それ以外に手続きの問題があるとかああいろいろあると思うんですけれどもおなんかもっと根本的なところがですね何かああ問題があるんじゃないかとこの間まあの。 検査のことで目詰まりという言葉をおっしゃっていましたけれどもそれにも通じる何か問題があるのではないか公務員の人員削減とか it 先進国だと思ってたのが実は後進国じゃないかとかあるいは危機に対して何の準備もできてなかったんじゃないかといういろんな見方がありますあの総理ご自身は今の問題についてどういうふうに認識してらっしゃるかそして先ほどまだ検証すべき段階ではないとおっしゃいましたけれども 第2波だか第3波だかが来るかもしれないと、そういうときに備えて、やっぱり今の段階で検証をきちっとやって、えー、そしてどこが足りないのかということをあの、まあ、考えるっていうことが必要じゃないかというふうに思いますけれども、その点いかがでしょうか、尾身先生にももしこの点、あの答えていただければ幸いですあのまず初めに私からお答えをさせていただきたいと思います。 まず、さまざ、あ、まな給付について時間がかかるのではないかという話をいただきましたあの10万円の給付についてはですね、まあ、この措置を決定した段階からですね、まあ、総務省とあと地方自治体にはもう準備をあらかじめ進めてもらいました普通予算が国会で取らなければスタートしないんですがその前から準備をしていただきましたがただあの今、ご指摘があったようにですねこの IT 化等々についてですね 十分に進んでいない点があることは、これは率直に認めなければならないと思います。このマイナンバーカードの活用において、ですね例えばマイナンバーカードと銀行口座がすでに結びついていれば、これはかなりスピード感を持って対応することができたんだろうと、こう思います。その点についても反省すべき点はただ、もちろんございますが、今回その中においても、地方公共団体の皆さんは相当頑張っていただいていると思います。 また補助、えー、金の問題につきましてもですね、あのまあ検証ということについてはですね、我々もあのなかなか時間がかかっているじゃないかというご批判をいただるたびにですね、あの現場の状況どうなっているんだということを常に我々もやり取りをしているわけでございます。ただもちろん現場も一生懸命、えー、急にこの公的機関の中でですね、給付の対象が相当、えー 大きなものになるということの中で頑張ってもらっているということについては私も感謝をしているんですが、ただあの今までのですね、まあ、審査のやり方の中にでやっていくとですね、時間がかかっているというのは事実でございまして、こういう時には思い切って発想をま変えるということもとっても大切なんだろうと思います。その言わばみんながこれを 政府全体、窓口に至るまで発想を変えていくということについて、ですね私たちはどうだったかということは真剣に反省しなければならないんだろうと、こう申し上げなければならないと思います。ただ、例えば先ほど申し上げました持続化給付金におきましては、相当スピード感をやって、相当スピード感を持って対応しておりまして、この2週間、 余りでですね、45万を超える中小企業小規模事業者の皆様に6000億円を超えるというのは今までのスピードでは勘では相当早くやっておりますがただこういう状況の中ではまだまだだということは感じ取られる皆様がおられることはですね、これは我々も認めなければならないと思いますのでこれからも全力を尽くしていかなければならないと思っていますまたあの。 PCR の問題につきましても、まあ今度はまあさまざまな課題や問題も我々も明らかになってきたと思っておりますので、まあ今度はまあ PCR センター100近い PCR センターをですね、この設置をして、今までよりも相当能力を上げていきたいとこう思っております。あとあとおみ先生、ああ検証です、検証、ああの検証については本格的な検証についてはですね。 これはもちろんある程度収束したらということを申し上げたんですが、ただ、もちろん第2波、第3波に備えて、これはあの医療提供体制と、ですね医療提供体制と検査体制ということをしっかりと今やっているところでありますが、医療提供体制については、我々今、相当ある,ある意味においては、この余裕を持つ状況になっている。ただここでですね <laughs> え今後 オに必要な台数だけではなくて、人員を確保していくということ等々についてもです、ね、しっかりときっちりと把握をしていきたいと思います。あの十分に全国においてです、ね、この都道府県との関係において把握できていたのかという課題もありますから、そういうこともしっかりと対応していきたい、まあ、これは終わってから検証するのではなくて、今まさにやっているところでありますし、まあ、PCR もまあそうであります。 ただ、本格的な全体の検証というのは、ですねこれはあの収束したあ検証していきたいと思っていますえっとあの検証に関してですけれども、の私の専門家の立場としては、これがまあ今、総理おっしゃったように、最終的にまあ収束した時点で、しっかりとした検証が必要だと思います。同時にですね今日 あの全国の緊急事態宣言が解除されたわけですよね、この時期に私は最終的なあの評価とは別に、中間点としての評価はぜひすべきだというふうに思ってます、それでもこれはまあ専門家としての立場としては、今回の感染症対策がまどこが良かったのか、あのどこが改善すべきかというのは、あのできるだけ中間地点の 少し、まあ、今回、こういうことに、まあ、みんなの努力でなったので、やるべきで、それとは、そういうまあ日本の感染症全体の取り組みについての評価と、私ども専門家としては、我々専門家自身のあり方、どこが良かったのか、あるいはどこが改善すべきかということも含めて、あの近々、我々専門家としての中間的な評価はぜひ出してみたいと思っております、出すべきだと思っております。

しっかりと検証しながら前に進んでいるということでありますし、また、給付についても、ですねそのどこに課題があるかということについては、もちろん検証しながらやっておりますが、全体の政治判断も含めて、検証ということについては、ですねこれはあの収束した段階で検証していきたいと思っていますはい、それでは、ののす。え、ご希望の方。はい、じゃあ西垣さん すみません時事通信石垣です えっとあの学校がまあ再開していくにあたって、あのがまあ、保護者の方々も、あの先生方々も、ですねあの9月入学がどう,どういうふうになっていくのかというのは、非常に大きな関心事だと思,思いますあの。前回の会見でもお聞きさせていただきましたけれども、あのその後もあの政府の検討も進んでいると思いますが、現時点でのお気持ちがどういうことかということを教えていただき,いた,だきたいのと、あと、いつまでにその検討の方向性を出すお考えかというのも、併せて教えてください。あとすままませんあの最後ののになっっててししたたであのサミットに触れられてましたけれらけどもあの 入国制限、渡航制限がかかる中で、アメリカに行かれるお考えなのかということも合わせて教えてください。二、えーまあ、問ご質問をいただいたというふうに思います。まず、えー、この学校休業がですね、長期化をしていく中において、まあ、子どもたちの学びをですね、保障していくことは極めて重要な課題であると考えています。 あのその中においてです、ね、政府としては一人一台の IT 端末の整備の大幅な前倒しや感染リスクを低減しながら教育活動を継続するためのマニュアルの提示そうしたあらゆる手段を尽くしてです、ね、子どもたちの学びの保障に取り組んでおります。 なお学校休業がです、ねまあ、長期化をしまする中において、えーまあ、9月入学の移行についてもです、ね、いろんな議論が出されておりまして、えー、私はまあこの選択肢の一つであると考えています、えーまあ、私自身は有力な選択肢の一つであると考えてはおりますが、まあ、しかし、えー、例えば与党においてもです、ね、また自民党においても、えー、いろんなまあ議論がし 極めて慎重な議論もあります。まあ学校のおまあ再開の状況やですね、子どもたちや保護者はもとよりですね、社会全体の影響を見極めつつですね、まあ慎重に検討していきたいと思います。まあ節足は避けなければならないとこういうふうに考えています。 そして、G7 サミットについてはです、ね、これは米国がです、ね、米国で実際に開催することもです、ね、含めて今、調整をしているというふうに承知をしております。もし調整が整えばです、ね、諸般の需要が許せば、私も参加をしたいと。 を考えておりますがまあ、今現在ではまだ各国と調整中であるということであります今ご質問に慣れた中で否定されたような様々な課題もある中でまあ、それを踏まえて調整をしているというふうに思いますはいそれでは次の質問をいただきます千谷茂太さん 日本経済新聞の茂田ですあの東京五輪についてお伺いいたします本日緊急事態宣言の全面解除となりましたが世界ではなお新型コロナウイルスの感染拡大が続いています東京五輪には多くの観客が訪れるとみられますが PCR 検査などの検査体制の大幅な拡充これは検討されますでしょうかまたバッハ会長は来年の開催が困難なら中止との見通しを示していますが 再延期の選択肢はないという理解でよろしいのでしょうか。来年の開催の可否をいつまでに判断最終判断するかという点と合わせてご見解をお願いします。現在はですね、大会を主催する IOC、そして大会組織委員会等がですね、来年夏の開催に向けて精力的に準備を進めているというふうに承知をしておりますが。 新型コロナウイルスとの戦いは長期戦も確保しなければならないと思っています。政府としては来年の夏に人類が新型コロナウイルス感染症にですね完全に打ち勝った証として完全な形で東京大会を開催したいと考えていますしそういう方針であります。しかしかそののためにもこ、ね、これは日本だけでこの感染 が収束すればいいということではなくて、もちろんオリンピックでありますが、世界中の人々がやってきます。そして世界中の国々のまあ、選手はですね、えー、トレーニングもしなければならないでしょう。そういう意味におきましては、えー、この国内外の英知を結集してですね、治療薬、そして、えー、ワクチンの開発を急ぎたいと、えー、こう思ってます、えー。もちろん国内においてですね、その PCR の検査体制を強化をしていく、実をしていくということについては、えー 抗原検査も含めて、ですねまた先ほど PCR センターを100近く、この開設をしていくという話もございましたが、しっかりとそういう体制も整えていくことは、もちろん重要なんですが、同時にですね今申し上げましたように、オリンピックを開催する上において、治療薬、ワクチンも極めて重要であるというふうに考えています。はい、それでは次の、はいピタ ウォーーーールルスストトリジャーナルのランダースと申します今、アメリカと中国がウイルスなどを巡って激しく対立しているわけですけれども日本はどっち側につくでしょうかそして先ほど特定の国に依存することなくという表現をされたと思うんですがこれはやはり日本企業に対してできるだけ速やかに中国から中国による依存度を下げるべきだとそういうお考えでしょうか。 あの例えばですね現在、中国と米国との間でですね新型コロナウイルス感染症の発生源をめぐって相当激しく議論が行われています日本の立場でありますがこの新型コロナウイルスについては中国から世界にこれは広がったというのは事実であるというふうに考えていますそして今後のですね日本の役割としてはですね 今回のようなパンデミックが起こったときにです、ね、世界がどう対応していくべきかというその在り方についてですね提示をしていくことなんだろうと思います。こういうときには世界中が協力をしなければいけません、その中で WHO もです、ね、しっかりとその役割を果たしていかなければ、いただかなければならないというふうに考えています。ただそそののの日本のその 外交・安全保障の基本的な立場としては、米国は日本にとって唯一の同盟国でありますから、日本は同盟国として、ですねこのまた、自由や民主主義や基本的人権法の支配といった基本的な価値を共有する同盟国として、ですね米国と協力をしながら、さまざまな国際的な課題に取り組んでいきたいと考えています。同時に中国もですね これは世界の中において、極めて経済的にも重要な国であり、またプレーヤーでもあります。その中で、それにふさわしい責任も果たしていただきたいというふうに考えておりますし、これは日本と中国においてもです、ね、これは共有している考えでありますが、まさに国際社会が求めているのはです、ね、日本、中国、それぞれ、 国際社会においてですね、期待されているそれはまさに地域のまた世界の中において地域の平和と安定繁栄に責任ある対応を取っていくということなんだろうと、中国がそういう対応を取ってくれることをですね期待したいとこう思っております。まあ例えばですね、まあ先般の W H O の総会においてはですね、公平で 独立した包括的な検証を行うべきであるという決議案をです、ね、EU や欧州等と協力をして提出をしましたが、米国やあるいは中国も賛同してコンセンサスを得ることができました、この中国や米国も賛同してコンセンサスを得る上においてです、ね、日本も重要な役割責任を果たすことができたと、こう思っています。 今後です、ね、全世界に甚大な影響を与える、今回のようなです、ね、全世界に甚大な影響を与える感染症に対しては、自由、透明、迅速な形で情報や知見が共有されることが重要であるということだと思います。コロナの時代になってはです、ね、日本が最初に冒頭申し上げましたように、自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった、 普遍的な価値を共有する国々と手を携えながら、そして中国も含めてです、ね、国際社会が寄って立すべき原則を築き上げていくことなんだろうと思います、その中で、世界の感染症対策をリードしていきたいと思っていますえっと次の予定が7時15分から新型コロナウイルス感染症対策本部ですから、最後の質問をさせてもらいます。じゃあ私に近い方の後藤さん 東京新聞中日新聞の後藤です政府の緊急事態宣言が出されている最中の掛け麻雀で辞職した黒川前東京高検検事長の問題についてお伺いします捜査機関や政府に対する信頼を大きく損なう重大な事案であるにもかかわらず国民から処分が甘いという批判が相次いでおります総理は先ほど批判は真摯に受け止めるという発言がありましたが そうした厳しい国民感情を踏まえても、今回の勲告の処分が適当で、満額で6000万円とも言われる退職金がそのまま支払われることに何ら問題はないと考えているのでしょうか、また、法務省は国家公務員法に基づく懲戒が相当と判断していましたが、官邸が懲戒にはしないと結論付けたというような報道もありますが、処分の前にどのような協議が官邸となされていたのか、その点についても詳しくお聞かせください。 えー、黒川氏のです、ね、処分については、先週21日に法務省から検事総長に対し、調査結果に基づき、訓告が相当と考える旨を伝え、検事総長においても、訓告が相当であると判断をして、処分したものと承知をしています私自身は森法務大臣から、事実関係の調査結果を踏まえてです、ね、処分を行ったこと。 その上で黒川氏本人より、辞意の表明があったので、これを認めることとしたいとの報告がありまして、法務省の対応を了承したものであります。もちろん、対応を了承しておりますので、この処分について、総理大臣としてですね、行政府の長として責任を持っているところでございますあの。国民のご批判に対しては、これはもう真摯に受け止めなければならないと。この上はですね、法務省あ検察庁においてですね、 信頼を回復するた私も全力を尽くしていきたいと思っています退職金については、このままされるか問題ないでしょうかあの退職金については、勧告処分に従ってです、ね減額、減額されているというふうに、まあ、承知をしていますはいありがとうございました、それでは7時15分から対策本部でございますので、今回の会見ですけれども、じゃあ、手短にお願いしますね、これ、最後にしますから。 すみません、朝日新聞の星野です。あの先ほど支持率の話が出てましたが、最近の世論調査で軒並み下がってますけども、それについてご自身どう分析されているかお聞かせください。あの我々、えー、日々の支持率にまいき一遊一することなくですね、与えられた使命をに、えー、全力を尽くしていきたいと思ってます。はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして本日の記者会見を結ばせていただきます。皆様のご協力感謝申し上げます。ありがとうございました。